あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。よし、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。また魔物たちの襲撃を受けてしまったか。すごかったよね、あれ。あゆなよ、我が輩は魔物たちからこの町を守る術を探すべく寝る間も惜しんでメルキドロクの解読に明け暮れておってな。大木槌の里のさらに奥の奥、メルキド山岳を越えたあたりにとある城があり、城？そこに石の守りと呼ばれる魔物を撃退する装置の手がかりがあるらしいのだ。お城の中に。そこでな、アユナ、コンパスを頼りにその城まで行き、石の守りの作り方を探してこいと。何？人使いが荒すぎる。最近お使いが多すぎる。だと？お使いとかそういう可愛いものじゃないと思うけど、もはや魔物いっぱい出てくるし超遠出やし。だあ、なんということを言うのだ、アユナ。何、なんで怒られるの。お主は伝説のビルダーなのだ。ものづくりの力で皆を救う特別な存在なのだぞ。特別な存在なのにめっちゃパシられるんだけど。文句を言わずにコンパスで城を見つけ、石の守りに手がかりをつかんでくるのだ。はい、わかりました。おとなしく行けばいいんだな。コンパスに目的地が表示された。お城。何城やろ。メルキド城。とりあえず、あっこやね、いつも通り、大木槌の里の先。へい。あっち、斜め左にまっすぐ進んでいったら、いいんだね。ここは、大木槌案内所。大木槌の里案内所か。なんかすごい、ひたすら荒野が続いとるよね。誰かに気づかれた。大きい土地、うおー、びっくりした、骸骨。骸骨は苦手なんだよ、なんか。すごい追いかけてくるし。まあ、他のモンスターも追いかけてくるんやけど、なんやろ、見た目的な問題かな。不気味というか。なんというか。大きい土地はまださ、見た目可愛いやん。なんとなく。てか、大きい土地の中にさ、なんか、こういう、なんていうの、話せるさ、長老とか案内所のやつとかじゃなくって、野生でもさ、なんか大きさに差があるやつあることない？なんかちっこい大きい土地と大きい大きい土地がおる気がするんやけど、あれってなんなんやろね。まだ先？え、まだ先ってこれ崖じゃない？ねえ。あ、これ、もしかしてこれ降りていくってこと？マジか。ちょっと待ってね。できるだけ資材を使わずに、安全に、なんだなんだ？あ、ツタがあるってことか。できるだけ資材は使わずに、やっていこうとは思うんだけれども、ちょっとね、とりあえずセットして、まあ、こういうね、あまりにも幅があるところは、落ちてダメージ受けたくないから、こっち、違う、どこ、合わせれねえ、こっち、もうここでいい、いや、ちょっと待ってね。よし、いけた。はい。これでちょっと向こう側に渡っていったら、お、ここ？ん？違くね？ここか。どこよ？ここか。おし。んで、おし。ん？ここ渡れる？あ、渡れる渡れる。でも実際あんなとこあったらさ、絶対渡れんよね。落ちそう。あ、もう下まで降りれるやん。おし。最低限の資源だけ使うと。資源。資材、素材。もう言い方わからん。なんかここ囲いみたいなのある。なにモンスターを倒せ？めっちゃなんか出てきたんやけど。てか、このモンスターの上についとるこの Q マーク？これってさ、クエストってことやない？何のクエスト？なんかでっかいサソリみたいなのおるんやけど、なにこれ？お城を目指すのがクエスト。お城を目指して、石の守りとかいうやつの作り方を見つけてくるのがクエストやったよね。これ、もしかして別のクエスト？別のクエストとかあるん？やばい。足場を崩してしまった。ちょっと待って、飛んでくる。別の足場。おー、危険。こっちの足場、うわ、ダメージが。待って。なんか片手にブロック持ってるし、私。ブロックっていうか土か。ちょっと待ってね。とりあえず、持ってない状態にしとく。んで、待って、弱くね。
弱くねっていうか、私武器棍棒のまんまなんだけど。待ってね、キメラはこれでやっつけとくとして、おし、やっつけとくとしてってやっつけれてねえし。おし、これでも微妙な感じするけど、でも確率に体力減らせれてるよね。ならまあ、おし、こいつも2段目に行っとったら全然攻撃は当たらんねやね。おし、んで、ここの場所もなんか作っていけそうな感じがする。周り固めてね。で、どこに向かえばいいんやろ。海なんやけど、こっち。ん？なんか、お、え、なんか部屋あるよ、部屋。おー、ってことは、ここもなんか拠点にできそうやね。あ、すごい！作業台もあるよ。ここで物を作って、あ、ちゃんとこういうとこもあるし、さっきの場所もあるしね。まあ、じゃあ、とりあえず今回はここを見つけたっていうとこまでで終わっておこうかと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。とりあえずここで一旦休息を取ってからの出発やね。